はい、畳新しいのに表替えしてもらって入れてもらいました。こんな感じですね。まあ、この部屋ようやく使えるようになりました。はいはい、この場の蛍光灯の電気が切れちゃったの で蛍光灯を買い替えるのもなんだなと思って、この際消費電力が少ない LED に買い替えようと思って LED のペンダントライトを新しく買いました。でなんでパナソニックの LED 買ったのはちょっとパナソニックなんですけども、なんでパナソニックの LED ライトなのかっていうと、シーリングライトかペンダントライトかっていうのをまずちょっと考えたんですけど、シーリングライトだとなんかリモコンがついてて、そういうのがいろんなとこに置くのが、物がかさばったりするのが嫌だったのでペンダントライトにしました。でペンダントライトの一番消費電力が少ないところを調べたらパナソニックのこの洋風のペンダントライトだったので、これを買いました。なんか和室に洋風のペンダントライトっていうのがなんか戦前の昭和の時代の日本の床の、日本の和室って感じで、なんか個人的には好きです。まあ照明は LED なんですけど。でこっちが照明が蛍光灯が切れたものになりますね。でこれを外して、で茶の間の蛍光灯をこっちにつけます。やっぱり茶の間にいる時間の方が長いんで、消費電力の少ない LED を茶の間にして、で消費電力の少ない多い方をこっちにつける形にしました。無事つきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。